こんにちは、イマジンハート研究所のナオリンです。ですね、ウォークマン、プロの WM-D6 なんですけど、やっと治りました。はい、ということでね、結構綺麗に磨いてですね、一応動作チェックなんかもしてですね、治りました。はい、これまでのいきさつはですね、動画検索していただければ、前回とかもやってますんでね、よろしくお願いします。それでですね、まあね、いろいろとね、まあ僕のね D6 なんですけど、こんなになってるんですよね僕の方はね、これ大きく、これ僕のやつはね、1個ね、このバネね、このちょっと強いバネなんですけど、これ結構特殊なんですよ。径が2ミリっていう細いやつでね、それがね、やっと見つけたと思ったらね、どうも在庫なしとかでね、だからこれからっていうかね、まあずっとこう思ってるんですけど、このバネとかもね、自分でね、なんとかね、作らないといけないっていうふうに思ってるんですけどね、ちょっと特殊な部品はね、どうしても買えないんで、自分で作る方法とかいろいろ考えて、頭の中でね、いろいろ考えることが多くてですね、頭がちょっとパニックになっちゃうんですけれども、あとね、今回ね、このこれはね、汎用のやつをつけてますけど、 DC-DC コンバーターが壊れる恐れがあるっていうこと、恐れがあるっていうか、この機種ね、 D6 はどうも DC-DC コンバーターが壊れる可能性があると、他の機種でもね、まだね、 D6 こう実際には僕の、やつ、これもバネがあれば治る状態だったんですけれども、ちょっとバネがなくてですね、直してなかったんですけれども、あとですね、あともう一つこう壊れる要因があってね、今回直したやつはですね、この大きいものとしては、この DC-DC コンバーターの、動作不良によってですね、11.2V が出てなかったと。そうすると何が起きるかっていうとですね、入力段でおかしくなる。要するに再生した時の、ヘッドアンプとかですね、その辺 の動作がおかしくなるっていう現象ですね。それが DC-DC コンバーターの、壊れたことによってですね、発生していたと。あともう一つは、大きいのは、この IC なんですけどね、この IC も解析しなくちゃいけないんですけど、今はちょっとね、頼まれ物とか、とりあえず早くやってしまわなくちゃいけない案件があるんで、個別の案件ちょっとそんなに突っ込んでいけないんでね、解析はまだしないですけれども、これミュート回路ってやつ、 D6 のミュート回路、録音とかですね、再生の時のなんですかね、メカっていうか、こう動作が安定してない状態の時に、一時的に音量を下げる機能を持ってる、モジュールなんですけど、これのですね、入力が、どうも安定しない、これ壊れてですね、もうフラフラしちゃってですね、安定しないという、それによって音がですね、大きくなったり小さくなったりっていうのを、まあランダムにね、繰り返すというかね、音が大きくなったり小さくなったり、そういう現象はこの、ミュート回路、ミュート、モジュール、ミュート回路モジュールっていうのかな、これが引き起こしておりました。あと今回の直したやつじゃなくてですね、僕が持ってるこれで起きてた現象なんですけど、それの壊れてたのがこのモジュールですね。これは、これね、これも同じようなモジュールなんですけれども、これはね、サーボモーターの、モーターを駆動するためのですね、コントローラーに当たるものなんですよ。はい、
これが壊れておりました。だけどね、これね、これ壊れてもね、動くんですよ。動くんですよ。だから、ね、なかなか気がつかなかったんですよ。前に自分のやつ直そうと思った時もね、最初気がつかないで、動作みんな OK だったんですけど、電源をオフにするとですね、モーターが回り続けるという。モーターだけ、なんかゆっくりでもないですけど、たまに止まったりとかですね、うん、電源入ってないのに、まあ、幽霊のようにですね、あの回り続けるっていうことがありまして、それの、原因がこのモーター駆動のね、駆動じゃないんですけど、コントローラーなんですけどね、このモジュールです。これはね、具体的にどういう動作しちゃったかっていうとですね、これの出力が、トランジスタにつながってまして、そのトランジスタが、モーターに対して電流を供給してモーターを動かすんですけど、そのトランジスタに行ってる こいつの出力がですね、不安定なんですよ。本来であれば、ですね、トランジスタを止める方向にね、電源入ってない時に止める方向に、ね、でもね、ちょっとね、なんか回路見るとね、なんでこんな回路にするのかなっていうところがあってですね、回路そのものがですね、なぜかっていうと、この IC の電源はですね、プレイボタンとかを押した時にスイッチが入って、このこいつに電気が流れるんですよね。それに対してモーターの駆動するためのトランジスタの電源はですね、直接、直接、電池とかですね、アダプターからの直接の電圧を、トランジスタ、モーターの駆動のトランジスタにかかってるんですよ。要するに、モーターの駆動の、トランジスタはですね、常に電源が入った状態ですね。それに対して、そのトランジスタをコントロールする IC はですね、プレイボタンとかを押した時に初めて電源が入るんですよ。なので、電源オフの時の、電源オフの時の状態をどう捉えるかなんですね。だから多分オフにした時にはそのトランジスタを駆動しない方向に行くんでしょうけど、何らかのですね、まだ何らかっていうの好きじゃないんですけどね、よく何らかでごまかされることなんじゃないですか、コロナでも何でもそうなんですけど、何らかの原因でって言うんですけど、それ何らかの原因っていうのは分からないって、ただ単に分からないっていうことですからね。だから何か原因があるんでしょうけど、わからないんですけど、今はね。だから、いずれね、解析して、このモジュールは作りたいと思ってるんですけれども、一部ね、ロジック回路をね、これ何作ったかわかんないんですけど、汎用 IC だったら、まあ、このモジュール作れるんでね。何らかの原因とかって言いたくないんですけどね、よくほら火事じゃなくて充電器、リチウムイオンとかがですね、まあ火吹いたりとかですね、燃えちゃったりなんかした時に何らかの理由で起きたものと考えられますんで、いう報道とかありますけど、何らかの理由で起きたっていうこと自体がですね、起きた原因は分かりませんなんですよね。はい、なんかごまかされてね、あ、何らかの原因で起きたんだなと、なんか納得しちゃう人いるんですけど、何らかの原因っていうのは分からないっていうことですからね、単純に言ってね、それをなんかごまかすというかですね、体裁つけたような言葉なんですけど、だから僕も何らかの原因でそういうふうになりましたっていうのはね、まあエクスキューズみたいなね、まあなんていうんですかね、ごまかしごまかしじゃないですけど、違うよって言ってるわけだからね、わかんないんですよ。わかんない。だけれども、なんか原因がないとね、物事は、原因と結果ってありますよね。あれね、原因がないと結果が生まれないんでね。僕の説では、結果が原因を生むっていうことはあるんですけれども、それ辺はね、ちょっと哲学的になるんで、あれなんですけど、置いとくんですけど、何らかのね、何か要因とかですね、そういうものがないとですね、
まあ減少につながらないわけですよね。要するに修理なんかもそうですけど、壊れたっていう現象がありますよね。再生できないって、それには何か理由があるっていうことですね。うん、まあ理由と結果って言った方がいいのかな。結果とそれに対しての理由っていうのかな。うん、それはね、まあ必ずあるものなんですよ。うん、それはそれをね、こう探すっていうのがね、すごく解析っていう意味だったりとか、分野によってね違いますけれども、科学分野でも言えるし、こう社会的な分野、例えば僕なんかはまあカウンセラーでもあるわけなんですけど、心理カウンセラーでもあるわけなんですけれどもね、そうするとまあ悩みっていうのがあって、原因っていうのがあるんですよ、必ずね。それが生理的なものであったりとか、心理的なものとか、いろいろ社会的なものも含めて、それをね探っていくっていうのがね、非常に根本的にね、重要でね、よく言う対症療法っていうのはですね、その原因をつかまずに、とりあえずなんか隠しましょうっていう症状を隠しましょうっていうことですね。それはね対症療法なんですけれども、まあだからこういう修理するのもね、まあ原因は分からないけど対処するっていう方法も一つあるんですね。で、原因が分かって、その原因をの元をまあ解決するっていうことで、症状を取るっていう方法は、どんな分野でも多分あると思うんですよ。お医者さんでも、まあ文学者でも多分あるんですよね。なんかいろいろと問題を解決するっていうことでね。はい。なので、やっぱりね、なんか起きた時に、その原因ね、根本的な、できれば根本的な、原因の原因が、さらに原因があるっていうこともありますからね。なるべくその原因の根元を断つっていう、のが一番全体をこう何ですか、解決する手立てなんでね、うん、対処法でやっていくと、どんどん対処法が多くなってですね、場合によっては対処法によって副作用が生じるってことがありますからね。なるべく原因を突き止めて、それを対策するっていうのが一番いい方法だと思うんですけど、でこれまあ、今回のやつもね、こういう2つのモジュールね、これはね、前にはね、なんかね、eBay でね、見かけたことあるんですよ。要するに古いやつじゃなくて、作ったものですね。これを、新たに作ったものが売られてたことあるんですよ。でも、今回ね、いろいろ探してみたんですけど、ないですね、eBay でね。どこ行っちゃったんでしょう。どっかにね記録してればよかったんですけどね、多分売れてないのかな、わかんないですね。じゃあこういった、まあ、一つ直すことでこう壊れてるものが例えばあるとしますよね。そしたらこう一つで起きたということはですね、他のやつでも起きてる可能性があるということですね。そういうふうにちょっと思わないとね。だからこれが例えば自分で作れるとか、自分でこの中のものを直せると、他の同じ機種も直ると。だいたいね、世の中はそうなんですけど、一回起きたことはなんか他でも起きてるだろうって考えるのが妥当だと思いますね。アメリカでよく今ね、現在だとまあスパイとかでですね、いろいろ摘発されてますけれどもね、じゃあアメリカだけ起きてるのかっていうと、そんなことないですね。オーストラリアでも起きてるし、イギリスやね、ドイツや、そういう全部起きてると思います。そういうところで起きてるっていうことは、日本でも起きてるっていうことだと思うんですよね。僕もね、掃除性っていうのはまあ同じようなことが起きるという、分野を超えて同じことが起きることもありますけどね、それがフラクタルっていうのかな、フラクタル、まああんまりフラクタルってあんまり詳しくですね、学んだことはないんですけれども、何掃除性って言ったっけな、日本語に直すと、掃除性、要するに似たものがこうどんどんね、探すと似たものが出てくると、例えばまあ随分脱線するかもしれないですけれども、まあ太陽系を見るとですね、太陽の周りを衛星が回ってるますよね。地球とか火星とかね、そうやってぐるぐる回ってますよね。それって原子の周りを電子が回ってるのと
同じような構造なんですね。そういうのがね、掃除系って僕は思ってるんですけどもね。うん、一見全く違うように見えるものも、なんかどっかで共通点があるっていう。うん、だからこそですね、いろんな分野のですね、修理っていうかもうやりますし、全然違う分野ね、うん、例えばさっきの話だと、まあトランプさんね、感染しちゃいましたけどね、そういう社会情勢とかですね、なんだ、世界のね流れ、歴史もそうですし、そういう中にね、実はね、修理とこう掃除的なね、似たようなものっていうのもあるんですよ。まあ具体的にちょっと今ね挙げられないんですけど、結構そういうものがね見えてくることがあるんで、だからいろんな分野をやってるとですね、自分の中心の分野が強化されるっていうこともあるんでね、一つのところだけやってるとですね、どうしてもねそこに固まってね、まあ袋小路に陥ることもあるし、もうそこから先に進めない、要するに固定観念というかね、突破ができない、ブレイクスルーがないんですね。だいたいブレイクスルーっていうね、突破口っていうのはね、その分野じゃなくて全然違う分野から生まれることが多いんですよね。それはだから新しい考え方とかですね、違った見方を取り入れることで突破できるということですね。はい。まあいろいろとね、トランプさん本当にね、世界的なね一大事なんでね、んでいろいろとね、あれもねちょっとね報道を見てて思ったんですけど、懸念すべき状態だったとかですね、あとなんだ、憂慮 すべき状態とかですね、そうやってね、なんか側近かなんか言ったとかね、そういう話とかね、出てるんですけど、要するにね、僕が信じるのは、そういった感想ではなくてね、具体例ですね。例えば、酸素吸入器を、つけたとかですね、あとは薬を飲んだっていうのもあるし、こう、病院に入ったとかですね、あとは、熱が何度あるとかですね、そういう具体的な内容っていうのは非常に大事だと思うんですけどね、一時憂慮すべき状態だったとかっていうね、報道出てるんです。その憂慮すべきって何って、さっきのね、何らかの原因によりってちょっとそんな変わんないんですよ。まあ個人的な考えっていうか、意見ですよ、意見というか感想に過ぎないんですよね。それで憂慮すべきっていうのは、状態が悪かったのか、状態って言っても、こう、医学的な状態が悪かったのか、その、なんですよね、選挙戦においての憂慮するべき状態だったのか。だからその辺がね、具体的じゃないんですよ。だからそういう言葉が出た時に、やっぱりね、ピピッと動いてですね、なんかちょっと違うんじゃないのっていうことで、やっぱね、具体的な内容を探すっていうことですね。で、トランプが、こう、ビデオ、レターみたいなのね、流してましたけど、ああいうね、報道っていうのは大事だと思うんですけど、要するに事実ね、誰かが言ったって言っても、言った内容がこう具体的な数字とかですね、まあ何度とかですね、そういった、まあ血圧が、いくつとかね、そういった具体的な内容っていうのはある程度信用できるっていうかですね、まあそれすら、フェイクっていうこともあり得るんですけれども、それにましてね、そういった抽象的なね、感想で動かされるというのは非常に危ないんでね、気をつけてください。はい。ということで、またちょっと脱線しましたけれども、はい。ということでね、やっと治りましたんで、今日梱包してですね、これ磨いてあるんでね、結構ね、壊れるの。あとね、壊れるところで、このね、このアクリルの透明のやつ、これ外れやすいんですよね。うん。これがっちりと、止めてあります。ただ注意しなきゃいけないのは、まあ、他の人がね直すかもしれないんで、このぐらいだったら、まあ、治りそうなんでね、これもなんかボンドで直してた形跡ありますけれども、このアクリルを接着するときにね、透明なやつ、不透明なのは別に構わないですけど、透明なアクリル板を接着するときには、瞬間接着剤は避けた方がいいです。例えばアルアルファですとか、そういう瞬間接着です剤ですね、それっていうのは固まる時に揮発するんですよね、その揮発の、
こう蒸気みたいにっていうか周りにね、コロナで言えば飛沫じゃないですけど、あのエアロゾルみたいにね、こうジュワーっとこう出てくるわけですよ。それがね、こういう表面につくとそこが発火っていって白くなるんですよ。うん、そうするとちょっと拭いただけで落ちないんでね、僕は強力もうこれなんか外す必要はないんで、エポキシのボンドを使いますけどね。もともとこれね、接着剤じゃなくて、あの、場合によってはね、この、なんですか、両面テープでくっついてたりしたりとかですね。この場合は最初はね、多分、一番最初です。1985、6年に作られた時には、これはね、熱圧着っていうかな。熱を加えて、くっつけるやつだと思うんだよっていうのは確かそうですね。金属、これがね金属なんです。これが金属、はい。なのでここにね、金属のところにね、金属の部分に熱圧着シートみたいなねついてて、それはこれをね、まあ一般にあまあ個人でやるときにはこれをなんだホットプレートみたいなのを上に乗っけとくんですよ。そんで百数十度にこう熱しておいて、その上にペタッとこう乗っけてやるとですね、くっついちゃうというね、それを使ってたんじゃないかと思うんですよね。パリパリのねやつがついてましたからね。それをあの万能ボンドで止め直してたんですけど、それがもう浮いちゃってたんで、エポキシでしっかりつけたんで、うん、でさっき言ったようにそういうこういう透明なやつつけるときには、循環接着剤でやると発火って白くなる可能性があるんで、エポキシ、僕はエポキシ使いますけど、他にもいい方法があるかもしれないですけどね、うん、エポキシの場合は二液性なんで、そういう揮発物質が出てこないみたいなんでね、だから発火につながらないんでね、うん、ただエポキシの場合はちょっと瞬間接着剤はすぐに固まりますけど、エポキシの場合はまあ最低でも2分から5分ぐらいかかりますんでね、その間しっかりと固定しておかないと固まってしまうんです。でエポキシの場合は一旦固まるとですね、取るのに結構厄介なんでね、それだけ強いんでね、はい、注意してくださいということで、はい、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。どうもありがとうございました。ナオリンでした。失礼します。